超有吉とか、有吉はそんな理屈が強くないと思うな。あのね、マツコ・デラックスはかなりね、論理的な人、あのね、有吉もね、論理的なんだけど、有吉の論理はね、肺活量が少ないんだよ。つまり、論理的っていうのは自分が考えてることを本当かな、本当かな、本当かなって言って検証する。いわゆる水の中にずっと潜っていくなんかいけないんだけども、有吉ってさ、潜り方うまいんだけどさ、肺活量がないからすぐにスッと上がってくるの。つまり、要するにこれなんだよとか、要するにモテたいんだよ、要するに金なんだよっていうふうに、頭はいいから論理ちゃんと組めるんだけど、肺活量が少ないからすぐに上がってきちゃうんだよね。で、マツコ・デラックスの場合は論理、肺活量がとてつもなく大きいんだよ。多分自己否定する人生がかなり長かったからだと思う。だからぐわーっと潜っていくんだけども、なんかね、掴んできたものっていうのが、だから私こう考えるんだけどっていうふうにマツコが言った時の、あの迫力というか、言葉が出た時に僕らはウォーって聞いちゃうのは、その肺活量というか、膨大な、なんだろうな、マツコの中でそれまで似たようなことを考えてることの雰囲気が多分見えちゃうから、俺らはそこに注目するんだというな。で、肺活量はすごく大きいんだけども、有吉みたいにパッと考えてポンと出せるというスピード感覚がないから、マツコはそのバラエティ番組のコメンテーターみたいなものを今やらされてるけどさ、あれすごいかわいそうだよね。本当はこういう番組やるべきなんだよ、マツコ・デラックスは。あの人は長時間喋っていってこうやっててなんぼの人なんだけど、ただ残念なことに、そのピン芸人っぽくない、一人で延々喋るというふうなことを本当にさせちゃうときついから、多分2人ぐらいなんだろうね。マツコの話をひたすら引き出すというふうな形をやってればいいんだよ。だからついついそのテレビ局としては、そこにマツコのビジュアルがあれだから、相手として爽やかな人とか美人とかを置いてっちゃって、その対比で絵作りしちゃおうとするから、なんかね、内面の凄さっていうのがなかなか出せない。いや、凄さ出したら本当に放映できるのかどうかちょっと疑問なんだけどね。